10月19日は、グレゴリオ歴で年始から292日目にあたり、年末まで、あと73日ある。ザマの戦い。戦いに敗れたカルタゴは、すべての海外植民地及び政界権を喪失する、フェルナンドとイサベルの結婚二人は、不安一世を、祖祖父とする、また重視帝であるヨークタウンの戦いでの、イギリス軍降伏、ナポレオン、モスクワから退却。 同年12月14日までに出役時60万だった大陸軍は5000人まで減ることになるイタリアルネサンス期の哲学者マルシリオフィチーの誕生。プラトンの著作をラテン語に訳したグアテマラの小説家ミゲル・アンヘル・アストリアス誕生。ラテンアメリカ文学の先導者ブラジルの作詞家ビニシウス・ジ・モライス誕生。イッパネマの娘などボサノバの詩的な歌詞を生み出した。 イギリスの小説家、ジョン・ルカレ誕生。情報局秘密情報部から、スパイ小説家に、中華人民共和国の映画監督クレテンメイ誕生。フルイドは、第2回東京国際映画祭グランプリ作品、シッチジョンボツ森長吉、森乱丸の父、森吉成宇佐山城の戦いで戦死、ナポレオンの下で、ポーランド軍を率いたユゼフ。 アントニ・ポニャトフスキとか中に歴史岩村藩出身の受学者佐藤一歳没原子物理学の父アーネストラザ・フォード没グレナダで革命政権を起こしたモーリス・ビショップ・クーデターにより処刑アメリカによるグレナダ侵攻を呼び起こしたありがとうございます